ご無沙汰しちまったな。聞いてよヤンハムの時間だぜ。質問答えるのに時間がかかっちゃってすいませんね。だってめっちゃメッセージくれるんだもん。ありがたいことっすね。じゃあ早速1通目、富士さんより。ヤンハムの皆さんこんにちは。こんにちは。私は10歳の頃に姉に勧められてヤンハムを見始めました。自宅の和室で寝転がりながら父と姉と楽しく拝見させていただいていたのをよく覚えています。時が経って今や私は16歳、高校2年生です。今でもヤンハムの皆さんの動画を見てはクスクスと笑って元気をもらっています。幼少期から見続けたおかげでよく私もリーゼントさんの語彙力のなさというツッコミをよく使っています。ボケもツッコミも飽きることなくいつも可愛さを届けてくれるヤンハムの皆さんが大好きです。これからも最強のヤンキーを目指して頑張ってください。わあ、嬉しいお便りありがとうございます。おいおい、俺たち答えることないじゃん。ただただ嬉しくなっちゃうやつじゃん。親子で見てもらえて嬉しいっすね。和室で寝転がりながらとか最高だよな。富士さん応援ありがとうな。これからも最強のヤンキー目指して頑張るぜ。高校卒業しても俺たちをよろしくな。さて次はどんなメッセージかな。僕がビシッと答えてやるっす。クラゲさんより。はじめまして。いつもヤンキーハムスター楽しく拝見させていただいてます。数年前とても疲れてしまっていた時にたまたま YouTube でおとなし字幕付きのヤンハムに出会いました。音を聞くのもしんどかった当初、字幕のほのぼの短編アニメのヤンハムにとても救われました。しんどいことを考えてしまう時間をヤンハムを見ることによってなくすことができ、可愛いヤンハムたちに癒されていました。ヤンハムたちはどんな声で話しているのか気になって少しずつ音声付きのアニメを見るようになり、気づいたら いろんな音が平気になっていました。ヤンハムたちの可愛い声や喋り方が大好きです。今ではすっかり元気もりもりです。素敵なアニメ作ってます。ぜひ本当にやってくれます。ヤンハムで優しくて愛しやすいです。で、で、つつり、これからは応援してます。じゃあ失礼いたしました。よかった。本当によかった。嬉しくて、何も答えらんねえ。こっちがお礼を言いたいくらいです。またしんどいことがあったらいつでも会いに来いよ。おい、チャンネル登録しなくてもいい。ありがとう。